今日はね、船長とね、マリンちゃんと二人でね、デートに行ってきたんだよね。そう、マリンちゃんとね、二人でね、おデートに行ってきたんですけれども、マリンちゃんのね、お洋服を買ったりとかしました。あ、メンバーありがとう。はい。というわけで、次の曲は、ひまわりの約束。ひまわりの約束、でした。ちょっとあー最後ね、ちょっとグーッときちゃってね、最後までなんかちゃんと歌えなかったなーって思ったんですけど、あーこの曲ー、この曲ねー、しみるなーって思う。パチパチありがとう。うだーでこうだ。もう勝手に選曲して勝手に歌ってるだけなのに勝手に泣いて。何やってんだ。なんか。最近すごくこの歌詞がすごい、どこが染みたのかというと、なんか君のためにできることが僕に何かあるかなっていう歌詞がすごく染みるというか、なんかね、なんか変な話なんだけど、今日ね、マリンちゃんにね、会った時もね、思ったんだけどね、うちはね、本当にホロライブのメンバーが本当にとっても好きで、あ、メンバーありがとう。なんかそれで、メンバー、ホロのメンバーのために何ができるんだろうって考えながら、ここは活動してるんだけど、なんかそれでなんかすごい死にてしまった。なんかいつまでもそばにいたいんだなって思って、心に来る来るよ。うー、あー、よし。なんか急にしんみりしちゃいましたけど、すみません。なんか勝手に選曲して、なんか勝手に選曲して、勝手に歌っておきながら、勝手に泣いてしみて、勝手に泣き出してすみません。はあ、大丈夫です。大丈夫ですじゃねえよ。よし。はい。次、歌いましょう。次行こう、次に。大丈夫です。ありがとう、みんな。慰めてくれてありがとうね。月の先は踊り、星の